どうも、マッキーです。さあ、今日はですね、久々なんですけど東京駅の、まあ、グルメコーナーというか、こちらなんですけど、キッチンストリートにやってきましてですね、まあ、八重洲地下街とはちょっと違う場所なんですけども、こちら1階と2階で分かれてて、いろんな美味しいグルメのね、お店が集結してるということで、でね、僕がね、ちょっと気になったお店があって、それがね、ウニのお店なんですよ。こちらウニ屋の甘心というお店なんですけど、これうまそうな店見つけたんですよね。ウニ丼があるんですけど、産地によってね、金額も変わってくるみたいで、他にもウニの一品もののメニューがね、ずらーっとあるんですよね。まずはね、1店舗目、こちらの甘心さん、食べていきたいと思います。メニュー見てるとね、お土産のウニオムライス、これ結構聞かれてるんですけど、いろいろ食べてみたいんで、ウニご飯のウニ巻きとふわとろオムライスをね、ちょっといただきたいと思います。今日は2店舗、3店舗ぐらいでちょっとはしごしたいんで、ちょっと軽くつまみながら、1品目がね、ウニご飯のウニ巻きでございます。これなんかもう味がついてるみたいなんで、そのまんま食べるそうです。で、のりは韓国のりを使ってるみたいですね。うわー、うまそうだな。もうこの時点でね、のりの香りと、あとウニのね、香りが漂ってますよ。海苔はなんか2枚ついてますね。ちょっとわさびが乗ってるのがいいですね。いただきます。うまっ。すごい濃厚で、磯の香りとね、甘いですね。こぼれた海苔はもったいない。うん、うまい。で、後からわさびがガツンときてね、これはちょっと贅沢だな。これはうまいね。東京駅来てウニ食べたいなって時は、まず最初ね、これからいただくのがいいんじゃないでしょうか。さあ、続いてはね、オムレツでございます。ウニとトマトソースを使ったふわとろオムレツですね。これウニソースやばいですよ。で、香りもやばい、めっちゃうまそう。このソースやばいな。で、上にちょっとウニ乗ってますね。これうまっ。このソース濃厚ですね。ウニが、いや、トマトのソースも入ってますけど、これはうまいな。卵もめっちゃふわとろですごく美味しい。うわ、うまっ。口の中でね、とろっとろですよ。うわ、うまっ。これかなりウニ使ってますよ。濃厚を通り越してね、なんか芳醇というか不思議でね、やっぱウニの甘みがね、さっきの寿司といいね、強く出てるんですよ。うまっ。他にもパスタとかもあったんで、マジでうまい。ウニが乗ってるところですよ。ここが一番うまいでしょう。
うまい。これは贅沢なオムレツだな。たまらなくうまいっすね。このソースはご飯にかけてもね、かき込めますよ。このウニソースはもう絶対に残せませんからね。これもったいないですから、このソースをね、うまくこう、うまく、このソースは残したくない。なんかこれ、高級ホテルとかで出てきそうな、それが780円で食べれるっていう、これはお得だと僕は思いますけどね。で、ここまたウニのところ、幸せだ。うまいな、これ。このソース持ってかれたいかな。オムライスもありましたからね。オムライスも多分美味しいと思いますよ。お皿持ちながらですいませんね、ちょっとカメラの画角に映るようにやってますんで、最後のソースがもったいない。よし、あー、分かった。お疲れ様です。はい、ということでウニ屋の天心さんでね、食べてきましたけれども、お店がね、こことあと長崎の方の島にしかないらしいです。かなり貴重なウニのお店だったんじゃないでしょうか。お寿司も美味しかったしね、最後のあのオムレツもね、ソースがめちゃくちゃ濃くてたまらなくね、ウニを堪能できましたね。混む時はね、結構並ぶみたいなので、ぜひ東京駅でウニを堪能してみてはいかがでしょうか。それでは次のお店に行きたいと思います。これはかなり贅沢なウニですね。